みんなは、シャクトリの魔改造っぷりは相当なもんだって知ってるよな。食パン、車内の魔改造、いろいろあるのよね。まあ、大体ローカル線区間とかで、主に魔改造した車両をぶち込むことが多いよね。シャクトリに限った話じゃないけど、昔のジョイフルトレインとかもその類だね。で、この魔改造された車両は、天下のシャクトリの匠たちの手によって、捕食者の食料から逃れて延命してるんだよね。ということで、今回はそんなシャクトリの魔改造の匠たちの、努力の結晶である、魔改造した国鉄車両を5形式ほど取り上げてくぜ。名列車解説。時は遡ること37年前、国鉄時代の1985年3月のダイヤ改正で、北陸線、金沢、富山地区に電車型ダイヤを導入することとなり、小倉、松戸、盛岡等各工場で15編成、45両が改造されたぜ。ちなみになんで国鉄の改造列車を取り上げているのかというと、この車両を改造した人たちが後々、すごい改造車を作り、違う意味で後世に名を残す車両を生産したから、それの序章として解説しているのぜ。419系は種車の583系を真っ二つにして3両固定編成にし、さらに、豪雪地帯対応のため体幹改造を施したぜ。北陸線は高油電化、滋賀県の直流電化を含んだ路線なので、種車と同じく高直流車両としたぜ。車内保温のため、客用ドアの半自動扱い機能を搭載し、主電動機冷却風取り入り口を書き、陶器で切り替えられる、切り替え機能を備えているぜ。体幹改造の内容として、先頭台車へのスノープラウ取り付け、大雪ブレーキの取り付け、車内暖房機の増設、床下機器の雪害対策などが実施されているぜ。改造当初は、赤2号にクリーム10号の帯が入った塗装だったぜ。この塗装は他の様々な車両に取り入れられたが、シャクトリになってから魔改造の匠たちによって、1988年から1991年にかけて、オイスターホワイトにライトコバルトブルーの帯を入れた、北陸色というものに変更したぜ。まず一番前のクモハ419、モハ418系は直江津方面向きの制御電動車で、種車の583系の中間に、新たに運転台を設置したことで、真っ平な見た目になったので食パンと呼ばれるようになったぜ。前原型の先頭車はクハ419とクハ418系があり、クハ419系はまだ583系の原型があるが、クハ418に関しては完全なる食パンで、乗客入り口は2カ所とも新設したものとなっているぜ。改造当初は金沢総合車両所に配置され国鉄が粉砕玉砕大喝采し、シャクトリが誕生したことで419系は全部承継されたぜ。当初は北陸線全線で運用されていて、1991年から2006年までは湖西線でも活躍していたが、もともと特急列車であって、ブア幅が狭かったり、いろいろと使いにくいせいで区間が縮小していったんだぜ。419系は全車に延命 N 工事を施工し、座席モケット等などを交換し、一部車両では洗面台が完全撤去されたぜ。1995年には七尾線の河川積雪対策としてモハ418-15に、第2パンタを装備し早朝の上がり1本に投入したぜ。その翌年の1996年には新設の福井地域鉄道部に転出、それによって七尾線の419系運用は1年で終了したぜ。2005年からは419系の粉砕用車両、521系が登場し、追い打ちをかけるように富山港線の経営分離、鶴ヶ南の直流化、などによって列車が余り、この時から419系が捕食者の食料になっていったのぜ。2010年時点では敦賀から直江津間で運用されてた列車は、次の2011年のダイヤ改正で521系に粉砕され、定期運用を終了したぜ。また、この列車の捕食者の食料品は、富山地方鉄道などに購入され、修理部品として今もなお機器類の状態で残っているぜ。2012年には最後の保有者である D1 編成が捕食者の食料となり、日本総合リサイクルに搬入され、長年放置されていたクハ418-1も2021年11月に解体が決定、419系は形式消滅することとなったぜ。2004年の加古川線全線電化に伴い、2両編成のワンマン対応車両が8編成導入されたぜ。そいつは8両編成の103系の中間車を2両ずつ抜き取り、先頭車化改造してワンマン仕様に仕立て上げたぜ。こいつの形式は103系3550番台として、網干総合車両所加古川派出所に配置されているぜ。改造は吹田の匠と魔改造スペシャリスト下関で行い、前面が地上の103系史上初の貫通型となったぜ。種車の103系は森の宮電車区と奈良電車区に配属していて、先頭車改造とワンマン工事が行われたぜ。また、電気連結機は装備しておらず、落成が電化前だったので、電化まで網干総合車両所や網干駅に誘致されたぜ。運転台はいつもの103系とは全く異なっていて、前照灯を窓下に設置し、2編成の連結時に通り抜けできるよう、貫通ドアを設置し、貫通型の顔面となったぜ。またこの見た目は105系に少し似ている形になったぜ。車両は基本2両編成で、加古川型電動車の、クモハ102系3550にはトイレが設置され、谷川型電動車のクモハ103系3550には、登記の時のため、下取り用パンタグラフを増設しているぜ。
115系線バンダイは2001年のダイヤ改正時に新見から西出雲間でワンマン運転が開始された時に、車両を補うため、岡山電車区の115系3両編成を2両に短縮し、ワンマン運転対応工事なども行ったぜ。この車両の改造浜改造スペシャリスト下関、吹田の匠、五島総合車両所の3カ所で8両が改造を受けたぜ。並結運転時に貫通路を使わないことを前提としたことで、正面貫通路がなくなった非貫通型になり、運転台は先頭部ユニットの接合であり、同時期に捕食者の食料となった115系の中古品を使っているぜ。窓も前照灯の位置も異なり、103系の体質改善車に近いような顔面になっているぜ。また、ワンマン化のため運賃表示器、運賃箱を設置し、運転士の視認性向上のため、小窓を設置したぜ。この車両には、体質改善工事、側引き戸電気指令化も施工されたが、高速化改造と転換クロス化は行ってないぜ。この車両の当初の塗装は京阪神更新色だったが、後に全ての編成が真っ黄色にお化粧直しされてるぜ。現在でも全編成が、赤穂線の半分と、伯備線全線、山陽線、山陰線の一部区間で運行されてるぜ。1998年の万丹線一部電化に伴い、元々の非電化区間の和田山から寺前の区間用として、現存のキハ47系線バンダイを、ま、改造して、一両編成化し、両運転台構造にしたのがキハ41系だぜ。五両を高取工場と五島総合車両所でま、改造し、非電化区間の近くである福知山電車豊岡支所に配置し、山陰線の豊岡から鳥取の区間や万丹線で単行運転を行ってるぜ。増設運転台は種車の車体に心臓の切り妻前面鎌体を接合し、既存の運転台や前照灯の位置などを備えた、特徴的な食パンの顔面をした車両なのぜ。増設運転台設置後には水タンクとトイレを設置し、この車両はキハ41系2000番台とされてるぜ。ま、改造後は2002年から2005年にかけて、電車に体質改善工事を行い、さらに塗装を朱色5号の、首都圏色と呼ばれる塗装に変更したぜ。その後キハ41-2001は方向転換が行われ、もともと従来の運転台が豊岡型を向くようになっていたのが、増設運転台が豊岡型に向くようになったのぜ。2005年に新たな観光列車として三原から広島間を結ぶ、瀬戸内マリン流の運行列車として、キハ47系2000、3000番台をま改造して製造したぜ。前面は貫通ドアと方向幕が埋め込まれ、船を意識したオールトライク V、浮き輪が飾られたぜ。側面は運転台前の客用ドアが埋められ、ステップがかさ上げされているぜ。この編成はキハ47系7000番台とされてるぜ。指定席車のキハ47-7001は山側の腰掛け2階側を向いて、ソファーシートが採用されるなど、客室の仕様も大幅に改造されているぜ。一方、普通車のキハ47-7100は、ドアが片方だけになったの以外はそんなに元々のキハ47と変化はないぜ。この車両は宮島口から尾道の間で、2020年秋から、新たにエトセトラとして運用されることが決定。瀬戸内マリン流は2019年に運用を終了、そしてエトセトラの運用が開始され、電車指定席グリーン車化、バリアフリー設備、バーカウンターなどの増設などを行ったぜ。そして同じくキハ47系7000番台として運用されるのが、2007年に下関から仙崎間で運用された観光列車、三鈴市おさいで、こいつの場合はキハ47系0、1000番台を改造したものだぜ。列車名にもなった同様詩人、金子三鈴の、行った時代にちなんだ R、デコ調の装飾が施され、指定席車は運転室側の乗降ドアが埋められ、三角形や八角形の窓がはめ込まれ、海側の窓などが大幅に変わった一方、通車は従来通りになっているぜ。唯一改造された点といえば、トイレが和式から洋式に変化したことだぜ。車番は瀬戸内マリン流の続番となっているが、こっちは貫通型なので別車両と連結が可能だぜ。また、この車両も再改造を行い、〇〇の話として新下関から萩間を運行しているぜ。もともと自由席だった車両も指定席化し、窓割りを変更し、オープンカウンターなども設置したかなりの大改造を行ったぜ。改めて尺取りの魔改造車両を見てみると、何回 V くらいの車両が残ってるのね。しかも改造車の半分くらいが現在現役で、バリバリ活躍している車両だからびっくりだね。改造車で延命を図ってるってわけだから、結局最終的には捕食者の食料になること確定だけどね。とにかくこれからどんな魔改造車が出てくるか、もしかしたら今走ってる車両も、いずれは魔改造されるかもな。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などしていただけるととても嬉しいです。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃねえ。